easy, man. Tell him, sir, Sean Peasy represents the Craver. So neatly, man. Tell him, sir, dirty, yeah. And a dirty, yo.今回もスペシャルなゲストに来てもらいました。 from なにわのラガ男児ケンティグロース。どうもやまいまさだいも関西レゲエ年表シリーズブラッよろしく。さあ今日はケンティグロスに来てもらって、はい、まあもう付き合いの長いノンタイムレジンですけど、はい、まあケンティグロスが、はい、見てきた大阪のレゲエのダンスホールの様子、はい、まあ歴史というか思い出というか、はい、まあそういうのを交えながらいろいろ話して、まだ早いんじゃないですか僕。いやいやもう全然いろんな年代ね、また戻って、はい、また先に行ってっていうのもあるんで、はい、とりあえず今出てる中では最年少ですね。せやな、最年少が一番若手です、はい、今のところ京子ちゃんと同級生。せやな、はい、ということで、今日はちょっと年代新しくちょっとずれてます、はいはい、ここを90年代、はい、でここが、2000年代あたり、はいはい、そうですね、まあ、ざっくり前半とそこが大きいですね、うん、はい、ざっくり後半と、はい、でまあこの一番上はサウンドに関する名前、はい、でここはアーティストで、ここがダンスやってたクラブとかレゲエにまつわるショップみたいな、はい、まず、ゲスト全員に聞かせてもらってるんやけど、はい、ケンティが初めてレゲエ聞いた時のことって覚えてるかな。初めて聞いた、ああこれがレゲエなんや、あこれがレゲエなんやって、気づいた、はい、気づいた時はもうラブリッシュですね、うん、あ、はい、そしたらもう全然レゲエっていうのはようわからんかったけど、はい、いきなりラブリッシュに行ったわけ、はい、ラブリッシュね、90年代ラブリッシュですね、梅田。これはなんか友達に連れて行ってもらったとか。そうですね、はい、1個上の先輩、うんうん、先輩にラブリッシュ行こうやつ、はい、あコンパに連れて行ってもらったんです、うん、コンパにで、コンパ行って初コンパですよ、僕あね、ほんまね、中3中3で中3の時、はい、あのシルバーフォックスそういうのが来てなんか初コンパの、うん、コンパになるからコンパ、コンパ、コンパ初参加、初参加行ったんですよ。ほんならなんかあのもう初なんで、俺も中3でもう超シャイで一晩をちょっとはお酒もまあ飲みながら、でそのあかんかった後に、なケンもう俺知ってるバーあるから行くぞ言って行ったんがラブリッシュ。なるほどなるほど。パンパンでしたよその日。じゃあその時はまだどんな音楽かっていうのもあんまりよう分からんままに、分かってないですね、分かってなく、はい、ラブリッシュに連れて行かれたと、はい、お経みたいな感じですよね、イメージは初めの。結構こう盛り上がってるダンスホールな感じやったの。あ盛り上がってましたね、はい、今思えばその時に聞いたんが、うんうんうん、ツイストアンシャウト、ツイストアンシャウト、チャカプラ、はい、うん、そんなうろ覚えですけど、なるほどね、はい、ツイストアンシャウト流行ってるんやったらまあ93とかかな、93、4とか、はいはい、その頃にラブリッシュに行ったと、はい、でそこでおこれがレゲエやと、なんか変な感じやなと、その時は特に一発でドハマりしたっていう感じではなかった、はい、そんなではなかった、はい、それから、うん、なんていうんですか、そんなバーとかも知らんから、うん、他の友達知ってるとこあんねんとか言いながら、夜遊びで、はい、で行くようにはいはい、はい、ちょいちょい、それがでもまあ高校入ってからです、うん、高校入ってから、はい、ちょいちょい、まあ、友達を誘ったりしてラブリッシュに遊びに行って、はいはい、ちなみにその頃ラブリッシュでプレーしてたので、誰がプレーしてたとか、はい、その頃やったらよくわからんかな、高校の時はアップスター、あーアップスターな、はい、やっぱりラブリッシュの看板サウンドとか、はい、ポスターが金曜日やってて、うん、金曜日やってて、で毎週もうパンパンやったから、パンパンやった、はい、だからもうそこに行きたくて、いやー、はい、俺も毎週漏れなく毎週金曜日行ってた金曜日ってそこに行きたくて、で繰り返しラブリッシュに通うようになって、はい、徐々にレゲエが好きになっていったということですか、ね、はい、そうですね、はい、なんかかっこいい歌いっぱいあるやんみたいになって、そっから他のクラブとかにも遊びに行くようになったのかな。
そうっすね、南出て、うん、その時はジョグリン、うん、ジョグリン、エヴァジョグリンはちょっとなんか入れなかったんで、こうなんか作って、ちょっとな、はい、アンズとかね、アンズな、はい、あ、これ間違えて、もう2000年代に書いてもらってるわ、はいはい、あそこもあったな、スカイジュース、スカイジュースな、はい、それは、はい、こう自分がレゲエをやり出す前、こういう、はい、レゲエやり出す前、もうレゲエやり出す前、客です、お客さん向けっていう、そうっすね。この頃はもうだからあのアップスターが、うん、まあ言うたら三宮でやるとかなったら、うん、追っかけたって言ってましたり、やっぱりケンティはこう地元が大阪でも北の方やからやっぱりアップスターの影響っていうか、はい、そうですね、身近で見ることが多かったよな、ラブリッシュにめちゃ行ってました、ね、うん、まあスカイジュースも梅田やったもんね、はい、そうですね、うん、でたまに南に降りてきてはジョグリンとかセントアンジュ覗くこともあったと、はい、うん、でクラッタンはスカイジュース行った時に、うんうん、あの僕の中学の1個上の一番可愛いっていう、うんうん、あの先輩がおったんですよ、可愛いけどパンコみたいな おったんですよ、でも天使みたいな人で、これめっちゃ可愛いわ、でみんな憧れの人がスカイジュースでレゲエダンサーで踊ってた、レゲエダンサーしてると思って、まさに天使が舞い降りてた、まあまあちょいちょい行ってたんですけど、まあまあドープじゃないですか、うん、あのスカイジュースとかは、うんうんうん、でもあのリディムが回し出したんですよ、なんか、はい、リディム来る、はい、うんうん、だからこの辺で、うん、まあまあ早めにジャンボとか知り合うんです、ラブリッシュとかで、ラブリッシュとかね、はい、うんうん、ジャンボとかタカフィンとか同級生やんな、はい、俺の友達の、うん、友達でジャンボとか、おー、なるほど、はい、もう歌い出すわけですよ、もう怪獣みたいな感じを超えて、もうでもこんなもう 4XL ぐらいのジャンバー着てなんじゃこいつみたいな、それはまだケンティがお客さんの時ってことやんな、はいはい、まだ他にお客さんの時に遊びに行ったようなところとかあるかな、はいはいはい、トーンとかも来てたし、あ、はい、境な、まあ、一個思い出はリンクにゲンチャリ3台2ケツで行ったことあるのはリンクありますね、リンクな、リンク、まあ、その後ちょいちょい行くんですけど、はい、当時ゲンチャリでめっちゃ遠いっすね、もう淀川からめっちゃ遠い下道で、はい、小旅行やな、はい、あとまあまあそうっすね、北の方はどうやろうな、ちっちゃい店とかもあったんかな、例えば淀川の周りの方は、でもね、そんなないんすよね、やっぱ北はね、うん、そんなないっすね、うん、まあまあ探して、上新庄とかあってもおかしくない、おかしくないっすよね、はい、のになんかね、北にはね、あんまないよな、なかったんすよ、当時、ほんでやっぱ南の方行くとね、あのジャミーズとか、うん、そういうバーとかあるっすよね、ヨーとかもね、ああ、ヨーとかそうですね、で、なら自分もレゲエやり始めようと、はい、で、まずクルーを結成するのかな、クルー結成しますね、うん、はい、幻の、リバティクルー、はい、リバティクルーはまあ90年代、90年代中頃過ぎたぐらいか、そうっすね、うん、リバティクルーやな、まあ、ケンティグロスが最初に結成したクルーで、これはもう地元の友達とかと、はい、っていうことやね、はい、で、最初はセレクターやったと、はい、セーナ、はい、そっからリバティクルー、まあそんなに長くは活動してないと思うんやけど、はい、リバティクルーとしてプレーしたクラブとか覚えてるところを例えば、はい、あれね、梅田やって梅田、はい、梅田 の、うん、あのラブリッシュの高架、うん、ラブリッシュ側じゃない、うん、茶屋町側の、はいはいはい、とこやったんですけど、うんうん、名前がね、多分ね、うん、ゲーセンが終わった後みたいな、それはケンティーラ以外にもやってた、はい、僕らだけなんです、いや一晩、はい、なるほど、ね、はい、じゃあレゲエのイベントよくやってるクラブとかではない、はいはい、うん、そこにね、うん、よく来てたんが、うん、あのミルキーフェイスのおが、めっちゃいつも来てました、ゆうこちゃん、はい、ゆうこちゃん、うん、ミルキーフェイスね、はい、ミルキーフェイスはなジョグリンシティにもようたし、はい、そうですね、え、あのトランクス君とか、うん、マイクが月曜レディースナイトやってた、うんうんうん、あれジョグリンでした、うんうん、あの当時、うんうん、あれめっちゃ行ってましたわ、月曜結構月曜日やけど人パンパンやったし、はい、まあ、まだ当時はあのその平日ダンスホールで遊ぶっていう文化がない時代やのに、はい、なぜか月曜のジョグリンシティだけは人パンパン入ってた、はい、週末なのに、はい、他にはそのリバティクルーでプレーした店とか覚えてないか、ね、ヨーで1回しました、ね、おようなで、ダウンでしました、ね、梅田の、はい、ダウン、
ダウンスね、今のムーンや、はい、この頃からダウンス、うん、こうクラブってちょいちょい名前変わるから、ね、うん、そう、同じ場所でな、はい、オーナー変わったりして、はいはい、名前変わったりするから、そうですね、はい、その頃一緒にこうダンスでやってたサウンドとか、俺らはだからあのあれベースエクシードとかやってたの、あ、ベースエクシード、はい、他にはなんか、うん、リバティクルー時代に、リバティクルーはね、そんなね記憶がないから、はい、そんなやってないですよね、でもあくまでレゲエやり始めるきっかけになったっていうぐらいの、はい、でもう言うてる間に歌を歌い始め、DJ、まあ、これね、だから、うんうん、リバティクルーが1回めっちゃ増え出すんですよ、うんうん、12、13人なんでで、まあ言うたら MC とセレクター、うんうんうん、もう表舞台のもう2人じゃないですか、だからこう誰々が音いじってたとか、こうほんなんもうあと DJ なろうやだになって、で一回そのみんな集まってるとこであのレコードかけてみんなでこうやってみよう、誰がいけるかんで全員殺したんですよ、全員を俺がんで決まりみたいになって、それは何年ぐらいになるのかな、それは95とかその辺ですよね、94号あたりに DJ をやり始めると、はいはい、90年代中盤にケンティ・グロスが、まだケンティですね、ケンティケンティだけの時、はい、まずこれやったんですよ、ああ、はい、ほんでココティの影響から TA ケンティ、はい、やばいな、はい、お茶やったんですよ、お茶やな、はい、でケンティはまあ DJ としてあちこちでこうだんどん歌う、あ、もう全然そんなことないです、うん、中津飛ばすな感じ、全然もう、うん、まだどこもステージなんか立ったことない、なるほど、はい、やりだした頃にじゃあどういうところで歌って、まずはラブリッシュのあそこに立ちたいと、うんうん、まずはラブリッシュ、はい、第一の目標、はい、第一の目標あそこに立ちたいと、カカティマンがめっちゃ好きでした、あー、カカティな、はい、爆上がりしてました、いや、リリックもほんまコミカルやけど、はい、もうライミングめっちゃ上手くてめっちゃ好きやったな、はい、俺もめっちゃかっこいいですね、うん、フローもね、人気もあったよね、はいはい、うん、もう全然ウケないですよね、はい、ボスらないですよね、そうやな、うん、俺もまあその頃のケンティ・グロス、ケンティの印象って言われてもあんまりパッと思い浮かんないみたいな感じやな、はいはい、うん、これあ、はい、名盤やんな、はい、これはジュニア君に読んでもめちゃくちゃ話題になったよなこれ、はい、あジャミズの音源で全部、あ、はい、やってたか、はい、よく聞いたこのね現場はやばかったですね、確かヨーでライブ録音したっ、はい、ヨーでライブ録音やってます、このサウンドバーヨーで録音しながら実際にラブラブやるねっていう感じやな、はいはい、ちなみに俺がケンティの曲、ケンティの歌を聴いて初めて手を挙げたのは、あの岡田くんの歌岡田があの岡田の歌で初めてケンティの歌、はい、あれねあれは名曲や、はい、全然多いやっぱこう、そうっすね8小節でストーリーがあってオチをつけるスタイル、あれはもう DJ! DJ やあれですねもうあれ一回受けてからもうよう喋るようになったんですよ、うん、なんかその前後にもうおひれ、はひれつき出してめっちゃ喋ってもう俺オチあるからみたいな、どんだけ言ってもいけるねみたいな、もういらんことばっかり言って、まあ、余裕が生まれたわけやな、余裕生まれた、なるほど、はい、めっちゃいいことやな、はい、DJ としてのかなり大きなステップやな、そうですね、